こんにちは、バトラー軍曹です。今日も自衛隊の話やっていきます。今日のテーマ、自衛隊レンジャーあるあるということで、自衛隊のレンジャー訓練に関するあるあるについて紹介していきます。レンジャー経験者じゃないとわからないようなあるあるも紹介していくので、早速やっていきましょう。自衛官体力練成するときは体育服装にランニングシューズを履く人がほとんどです。そんな中で半長下を履いて走ってる隊員がいたら、レンジャー目指してる確率大です。これは何でかっていうと、体力素養試験の種目で 2000m ハイポートっていうのがあるんですが、それの服装が半長下に小銃を持って、走るっていう種目があるんですね。レンジャーを目指してる人はその種目の練成ということで半長下を履いて走る人が結構います。ランニングも頻繁でするので、戦闘服を着ないで体育服装、それこそ半袖、半ズボン、半長下っていったまた変な格好で走ったりするんですよね。駐屯地でそんな格好して、しかもラバー銃とか小銃を持って走ってる隊員がいたら、間違いなくレンジャー目指してると思うんで、心の中で頑張ってください、応援してますっていう風に思ってあげるといいと思います。通常の訓練なら水分補給したいですって言えば、お、飲んでいいぞって言ってそのまま自分の好きなように飲めますけど、レンジャーの場合は水分補給したいです、よし何杯飲みたいんだという風に聞かれます。要はこれ、キャップで何杯飲みたいのってことなんですね。缶ピンの水筒のキャップはおちょこよりちょっと小さいぐらいのサイズなんですけど、これで5杯飲みたいですとか6杯飲みたいですって言って飲むんですね。5杯6杯だと飲んだ気がしないです。これをやるのも後半で行う想定訓練に向けた、水分が取れない環境でも耐えられる体作り、これを意識するために、こういった水分補給をもう常に教育間を少なくするっていうことをやってました。学生の中には隠れてもうガブ飲みするやつがいるんですけど、そういうことするともう助教に引っ叩かれたりとか、ひどい時とかは教官にその場に立て、水筒を横に向けろって、持ってる水筒を横に向けて30度傾けろって言われるんですよ。でそうすると水がジョボジョボジョボと抜けていくんですよね。本当は飲めるはずの水がその場で捨てられるのはもう見てて辛いです。明日は我が身だなと思って、ガブ飲みは控えようっていうふうに思いました。想定訓練中に雨が降った時の喜びといったら、たまったもんじゃないですね。腰につけてる水筒は自分たちで飲むことができません。よくネットでは、地図を広げてそれで溜まった雨水を飲むっていうこともあるんですけど、自分も試してみたんですけど、これ結構飲みにくいですね。歩きながらでは難しかったです。自分の場合は手袋を使って飲んでました。 M-TECっていう手袋があって、それは水が吸いやすくて自分の特にお気に入りなアイテムでした。教育館、時間がなくてもお菓子はよく食べました。自分普段甘いものとかお菓子とか食べなかったんですけど、もうとにかく腹が減る、朝昼晩の食堂だけでは足りなかったので、よく PX でお菓子を買いだめして、時間を見つけては訓練の合間にパク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 よく食べてました。僕ら学生の中で人気だったお菓子はブラックサンダーでした。自衛隊の昼ご飯、激込みです。駐屯地にいる数百人、1000人、2000人規模の隊員が食堂で喫食をするってなると大行列です。ひどい時は入り口から並んで、もう見えない遥か先まで並んでるなんてこともあったりします。レンジャー訓練、とにかく時間がないので、昼食の時間一緒に並んでしまうと、もう並んでるだけで時間が終わってしまいます。そんなことを防ぐために、部隊によっては追い抜かしていいよっていうことで、並んでる列を一気に抜かして食堂で食べるなんてこともあります。レンジャー学生が自分の部隊の先輩だったり、あとは新隊員教育の班長班付きだったっていう場合もあったりします。ここまで来るともう立場が逆転、あの時偉そうにしてたけど後で覚えとけよなんてことも言われたりする人も出たりします。立場が逆転するといろいろとやりづらいので、早い段階でレンジャーを取っておくことに越したことはありません。教育中の返事は
はいでもいいえでもなくレンジャー。これよく間違えるのが返事がレンジャーなだけであって、全ての言葉をレンジャーで返さなきゃいけないってわけではないですから。ただこのレンジャーっていう返事がまあよく使います。忘れ物をした時に理由を問われたらレンジャー、道に迷って次の経路を聞かれた時はレンジャー、お前どっちなんだよ、やるのかやらないのかって言われたらレンジャー。ここまで来るともう逆だろって思ってきます。どうやって答えていいか分かんないなって思った時はとりあえずレンジャーって言えば、まあ、大体通じる時があります。状況も分かってるんですよね。多分こいつ答えられねえんだろうなとか、ね、そういった時レンジャーって返事をされたら、まあ、状況もまあしょうがねえかなって思って、そうだよな、次行くの右だよな、右行ってこいみたいなことで言ったりもします。助教と学生の会話のやり取りも次第にレンジャーで済ませることも多くなってくるので、これはね結構便利です。教育中、助教教官は常に厳しい怖いというわけではありません。事故が起きたり怪我をした場合は迅速に丁寧に対応したりしてくれます。レンジャーの教育は体力を使うだけでなく座学って言って教室で授業を受ける場面もあったりするんです。そういった、まあ、技術的に学ぶっていう時は丁寧に教えてくれます。すいませんここがわからないですって質問すると分かるまで丁寧に教えてくれるので、まあ、そういったところは、まあ、助教の優しさっていうのを感じたりします。教官たちの優しさは想定訓練館でも見ることができます。想定中、自分はその4人で編成を組んで通信施設を襲撃するぞっていう任務になった時に、まあ、同行してた教官からお前ら出発する前に目閉じろ口開けろって言われて、なんだろうと思ったら一人一人にポイフルを一粒ずつ食べさせてくれたことがありました。いいかこれみんなには絶対言うんじゃねえぞ、もう嬉しくて思わずレンジャーって言ってしまいました。まあこういったように想定訓練中、自分の時はまあ助教の優しいところが見れたなっていうところがありました。もしかしたらレンジャー訓練経験された方でも何か食べ物とか飲み物を想定訓練中にこっそり分けてもらったっていうエピソードあるかと思います。空腹と喉の渇きでひどい時にそんなことされたらもうあなたに一生ついていきます、もう続行になりますよ。こんな感じで自衛隊のレンジャー訓練あるあるをちょっと紹介してみました。まあ現役の方はあ分かる分かるって思ったり、一般の方はあそうなんだそういうことやってるんだっていう風に思っていただけると幸いだと思います。レンジャー訓練や自衛隊に関するあるあるは今後も出していこうかなと思うので、今後もよろしくお願いします。今日はこの辺で終わりにします。次回の動画もお楽しみに。